それでは知事会見を始めます。初めに知事から発表をお願いします。よろしくお願いします。令和元年度の9月補正予算の概要を取りまとめられましたので、その概要についてご説明いたします。これでございますけれども、まず基本方針でございますけれども、昨今の世界経済の動向とか、あと10月から予定されております消費税率の引き上げ等ですね、経済をめぐる環境が変化しておりまして、地域活性化のことも念頭に置きながら、そうした経済情勢に的確に対応するためにということで補正予算の編成をさせていただきました。合わせまして、近々まとめます子育て環境日本一の推進戦略の展開、それから府民の安心安全の向上ということで、緊急に対応する必要があるものにつきまして補正予算を編成をしております。中身3本は今言いましたけど、さらにその中で地域経済対策と地域活性化についても3つの柱がございまして、まず1番目が経済環境の変化への対策ということで、1番目は何と言いましても消費税率の引き上げにつきましての追加対策でございます。この細かいですね、9月9日には経済センターにおきまして、関係団体全部集まりまして、意見交換を行うなど、オール京都で対応してまいりたいと思っておりますけれども、まず1点は引き上げに伴う、いろんなですね、中小企業の経営改善施策、これ当初予算で計上しておりましたけれども、現在までの時点で非常にニーズが多ございまして、それに対応するために増額補正をするものでございまして、生産性に向上につながるような自動化の装置等々の導入について助成をするものでございます。それから下段の商店街と緊急販売促進事業費でございますが、これポイント還元が始まりますと、地域の商店街から大手のチェーン店等への顧客の流出というようなことも懸念されるものですから、地域の商店街の方で小売り出し等の、取り組みをされる場合には、その経費の半分を支援するものでございます。次に参ります。次は企業の海外販路拡大、あと設備投資の緊急支援ということで、まず上の海外進出事業支援事業につきましては、中小企業の方が新規に海外に出るというときに日本一等に出展するというような場合がございますけれども、そうした場合の経費につきまして、助成をするものでございます。それから下は産業立地促進事業費5億円規模ということでございますが、これ当初予算で16億強の、予算を組んで、おりますけれども、非常に府内における企業の投資意欲が強くて、現段階で企業名とは申せませんけれども、需要があるものですから、5億円を追加し、合わせますと、ここにございますように21億円の予算で、企業の促進を進めてまいりたいというふうに思っております。それから次が共謀の海外販路開拓の緊急支援というので私の写真ありますけれども、今年の5月に京都府と風神国際有限公使との間で協定を結びました。協定の中身結構幅広いんですけれども、その中の具体的な項目として今年の12月に上海に京都ハウスというものをオープンするということで、非常にバンドのですね、金融の中心のまさに一等地に京物の工芸品等をですね、京都産品を展示できるということで、これについての必要な費用ということで、このオープニングだけじゃなくて、そこを中心にですね、さらに販路なり市場を拡大していこうとするものでございます。それから次が宇治茶なんですけれども、宇治茶この間の2月のですね、定例会で普及促進条例も制定されまして、ですが今のですね、価格の状況なんですけれども、中級品から上位品については安定的に推移しているんですけど、普通品はですね、非常に全国的に供給量が急増しておりまして、価格が下落をするということなので、我々としては
この通品に分類されるこう煎茶をなるべく高品質化して価格を上げていこうということで、まあ、そのための取り組みに必要な経費を計上しておりまして、まあ、例えば適切な適材時期とか障害発生の予測のシステムの開発とかですね、あとは宇治市への会食とか、あと被覆棚ですね、まあ、そういういずれにしても高品質化安定性に向けた条件整理ということと、まあ、合わせて消費拡大、また宇治茶文化の魅力発信ということで京都食育先生によります食育活動への支援というようなことも合わせてやっていきたいというふうに思っております。これは 0.2 億円の規模でございます。次が就職氷河期世代の正規雇用化の促進でございますけれども、まあこの間からいろいろ国の政策課題としてもクローズアップされておりまして、骨太の2019でも今後3年間で集中支援をするということが明記をされております。一方で中小企業の人手不足というのは深刻化しているということで、まあ、せっかく正規雇用への意欲というものを持ちながら、まあ、なかなかそれに結びつけていかない方について、ここでは集中的なスキルアップ研修と企業とのマッチングを実施をするということで、やっぱり正規雇用につなげていくためにはスキルアップはどうしても必要なんですけれども、まあ、そうした意欲のある方、そういう方を集中的に、まあ、スキルアップを研修し、まあ、しかも人材を求めている企業等ですね、11月から3月までにかけて毎月ですねマッチングの実施をするということを考えておりまして、まあ、少しでも正規雇用の方を増やしていくという、まあ、全体の取り組みにもなりますが、就職氷河期世代が特に大変でございますので、それにターゲットをある程度絞った形で実施したいと思っています。これ 0.1 億円の規模です。から経済活性、土地活性になる区域収入の拡大ということで、まあ、これ一昨日のフシコンでも話題にしておりましたけれども、まあ、もともと京都市域と区域の収入についての連携ということを言ってましたけれども、特にここに書いてます、もう一つの京都、とっておきの京都収入事業費、とっておきの京都は京都市の方が伏見、大原、高尾、山科、西京、京北ですか、まあ、市内の周辺のエリアにこうスポットを当てた観光ということで進められています。まあ、逆に京都市の周辺ということは場合のもう一つの京都とは接しているところでございますので、そういうお互いのところを周遊するような新たなコンテンツの開発とかモデルルート作りというものを進めてまいりたいというふうに思っております。それから下段は舞鶴港です。で、舞鶴港今クルーズ船、舞鶴港自体は非に増えているんですが、まだまだ近隣の他港と比較すると少ないということで、特に舞鶴港から乗船する日本の顧客を対象としたようなクルーズというのもかなり行われておりまして、駐車場を無料にするようなドライブ&クルーズというのことも進んでいて、結構強みがあるわけでございますので、まあ、それについて、さらに伸ばすために、旅行会社とか船社ですねと連携してセミナー等の開催をしたいということでございます。で、200万です。それから不利州でもう一つミニマイスの輸出企業、これも伏し込んで私が申し上げておりましたけれども、もともと総合看護戦略の重点施策にマイス掲げております。で、全体に京都府域では上昇しておりますけれども、府域では必ずしも増えてはいないということもございまして、ただ一方でこの舞鶴市とか宮津みたいなところでも小規模なマイスが開催されるという実績もございますので、我々としてはなるべくこう区域でどんな小規模なマイスなら入るかとかですね、視察可能な企業、それからユニークベニューと言われてます歴史的な建造物文化施設、まあ、そういう、営業ツールというものをきちっとこう、情報をまとめてですね、来年度以降の誘致活動に用いたいということで、まあ、そうしたことの開発に必要なお金で400万。それから経済関係の最後が地域の振興活性化ということで、モビリティの関係です。早楽東部地域の公共
交通再編事業と、これは国土交通省のモデル事業に選定されたということで、計上しておりますけれども、人口減少少子高齢化で、公共交通の利用者が大変で、利用者が減ってですね、事業者が減って、一方で非常に高齢化していって、自家用車がなければ生活できないと言いながら運転することも困難な高齢者も増えている、いろいろ過疎地位をめぐる公共交通の課題というのが多いんですけれども、そうしたいろんなことを、これ南山城村地域等でやります、そういうことを解決するため の、過疎型マウスと言われておりますけれども、そうしたアプリシステムの実証実験を行うということのお考えでございまして、ちなみにこれ同じモデル事業に、京都丹後鉄道の沿線地域でビラを中心に実証実験を行いますし、それから従来県ハンナではいろんなモビリティについての検討を進めておりますので、そういう地域とも連携した形でですね、総楽東部の再編事業、交通公共の再編を行っていきたいと思っています。それからもう一つがスタジアムでございますが、スタジアムにつきましては当初さんにおいてはスタジアムの整備、本体の整備とにぎわい作りとか周辺を周遊するための経費と計上しておりますけど、このお金は12月にスタジアム完成予定でございますので、指定管理の議案と一緒にですね、今年度は、3ヶ月分ですね、この12月の28日から30日までの期間、それから、10年間でございますので、平年度化すると、7000万ということで、その債務負担考慮に合わせてですけど、いずれにしてもスタジアムの管理に必要なお金を提供しております。それから中小建設事業者の受注機会の確保ということで、これ例年でございますけれども、工事業の平準化をやるということで、債務負担行為として25億円でございます。合わせて12月定例会で従来実施しておりました繰り越し免許証の設定を、今回は9月に前倒し使用して設定したいというふうに考えております。それから2つ目の大きな柱の子育て環境でございますけれども、子育てに優しい風土づくり推進事業費で 0.1 億円規模ということで、推進戦略を策定いたしますけれども、その戦略の推進ということなんですが、私がすでに言っている子育てを社会全体で支えていこうということで、京都の関係者を一堂に会したサミットというものを開催することによって、意識啓発だけじゃないんですけれども、意識の統一とか、あと国内外への発信ということも加味しまして、サミット事業を展開したいということで、まだ厚生団体等は予算を通ってからの話でございますが、経済団体、労働団体、それから教育とか保育とか子育てですかね、あと女性活躍とか、いろんなかなりの団体ございます。それが当然行政関係ですね、そういう関係者がの、しかもサミットと称してますので、トップの方に集まっていただいて、意識の共有と、また前に向けて、どういうことをするかと、そういうことのアイデアを出してもらうための場にもしたいと思っています。それから戦略作りますので、その戦略についての周知啓発と、それから3番目、これ国の方からの支援を認めていただいておりますけれども、いろんな企業訪問した中で、ニーズを把握しております、子連れで、仕事に行った、そういう子連れ出勤みたいなことについてどういうことをしてもらえればそれが可能かと、それは企業側もありますし、働いているその側のニーズもありますけれども、そうしたものを広げていくモデル事業というものを実施したいというふうに思っております。それから次がですね、10月からですね、幼児教育保育の無償化が行われまして、これ全体的には国の制度で無償化されるんですけれども、ちょっとこの、3人目の年収360万円以上、640万円未満のここは、従前は府の事業として、復職費をですね、無償化しておりましたけれども、ここが国の新しい制度の中では実費徴収ということになりましたので、
全体がそういうふうになっていくので、この部分について、家庭の負担が増えるっていうのは、トライアジェストもちょっとなんとかしなきゃいけないということでございましたので、まあ、今回、ここの復職費への支援を行います市町村に対する助成制度というものを創設いたしまして、まあ、従前通り新しい負担がですね生じることがないような措置をこの際講じたいというものでございます。それから3つ目の柱、市民生活の安心安全でございます。一つがトンコレラの予防対策強化事業費ということで、まあもう皆さんご承知のように岐阜県、愛知県等でかなり大量にいて、その後それが当初は滋賀とか大阪、今はもちろん三重ですね、それから北陸の方にもだんだんその野生のイヌシがトンコレラに感染しているというのは確認されています。まあ、本当に隣接しているところまで来ておりますので、まあ、ここはなんとか京都府内に拡大しないようにということで、まあ、緊急的な対応はすでにいろいろやらせていただいておりますけれども、今回の補正予算では予防的にですねイノシシを捕獲するということで、捕獲を強化する省庁への助成、ということ、それから万が一ですね感染された場合というのは、これ国の防疫指針に基づいて、野生のイノシシの捕獲とかやりますので、まあ、そうしたものに備えた予算でございます。 0.1 億円規模でございます。それから次が市民の安心安全で、交番等安全対策強化費 0.5 億円規模でございます。これ今年の5月に大津での園児が巻き込まれた交通事故と、その後川崎の殺傷事件とございまして、6月補正予算では府民共同防犯ステーション、まあ、これ全交番と駐在所に設置されているわけでございますけど、まあ、そこを核として見守り活動を支援、見守り活動に対する支援を強化すると言っておりましたし、これも従来から府民共同防犯ステーションというのは、こう地域のいろんな方がですね、地域の安心安全を守るための拠点としても機能しておりました。でところが今年の6月には大阪の千里山交番で襲撃事件これございまして、で、まあ、もちろんその襲撃されたことも大変なので、その犯人が逃走したことによってですね、相当周りにいろんな学校休みになるとか公共施設で休館するとかいろんなことがございまして、非常に住民の生活に大きな影響が生じたところでということでございますので、まあ、そういう市民の方のボランティア活動の拠点でもあります交番等の安全対策をきっとするために、まあ、従来から少しずつ進めておりました交番内のカメラでございますけれども、今回は年度内で全ての交番等にカメラを設置するということにして、府民の生活の安心安全を守っていきたいというふうに思っております。それから中高年の引きこもり支援対応強化費ということでございますけれども、これも100万円でございますけれども、中高年の引きこもりというのはこれはもう社会的な問題で非常にクローズアップされております。ただ当事者のこともそうですし、その家族、場合によっては周りの方もですね、そういう方に対する専門的な支援機関っていうのが必ずしも認知されてないということで、専門支援機関以外のところにも相談を寄せられてきているという事実がございまして、ただもともとそういうことに専門でないわけでございますので、そうした相談が来たときにそれをどういうふうに処理するというか、まあ、専門支援機関につなぐということもありますし、まあ、お話を聞くと、そういうためにですね、そういう専門機関以外で、しかも中高年の引きこもりについて相談の窓口になりうる施設ので働いている方に研修をしていただいて、中高年の引きこもりへの、まあ、理解も進めるし、専門的な機関につなぎとかですね、まあ、そういうことをやっていこうということで、でこれは国の方が来年度以降、福祉事務所へのアウトリーチ支援の配置とか、まあ、いろいろ引きこもり支援を強化する方向でやっておられますが、まだ、具体的に多分概算要求の段階で来年度は決まってませんので、ただ年度が明ければすぐにですね、そういう支援の体制に円滑に移行できるためにも、
今からそういう専門じゃないところの相談窓口について機能を強化してネットワーク化しておこうというものでございます。以上、説明した限り全体は米調整7億円台ということで、現金予算を足しますと8991億円台、ちなみに対前年の9月補正後の比較で 101.3% ということでございまして、制度改正している影響をもし除くとですね、これ 101.7% ということです。まあ、いずれにしてもそんなに大きな差はないんですが、という規模でございます。係数を含めて詳細につきましては後ほど事務方から説明があると思いますけれども、私からは以上です。よろしくお願いいたします。